ここからはですね、先ほどの中継を受けましてね、韓国国内の話ではなくて、最後のアンケートにありましたように、韓国が中国に寄っていくんじゃないかということで、それで何が起きるのかということを議論したいんですよね。キムさん、どうですか？先ほどの、アンケート、どちらと強化すべきかで、中国の方が圧倒的に良かったっていうのは、まあ、解釈の仕様がいろいろあるんですが、まず、サードをめぐって最近中韓関係が結構ギクシャクしているので、日本とはまあなんだかんだ言っても安定的な関係がやっぱり前提となっている認識がある。そういう意味では中国を重視するっていう意見だろうという解釈もできるんですが、問題なのは質問をした側の意図ですよね。でそのどっちなんだと、日本と中国っていう、この択一的なその外交官を韓国に迫るっていうのが、私は日本の外交の非常外交というかメディアですね、メディアの非常に悪い癖だと思います。先ほどの話でも、ロシアと中国、アメリカ、どっちを取るみたいな話があまり意味がないように、韓国にとっては日本も大事ですし、中国も大事で、アメリカもロシアももちろん大事です。で自分たちの国にとって中国っていうのは、ご存知のように経済的にも非常に強い関係を結んでいる。しかしこれは貿易高で見ただけの話で、実際は観光経済のものづくりだとか、あるいは金融ファンディングだとか、その意味では日本という国なしでは観光経済は成り立たないわけですね。これはお互い様の話でもあって、依存的関係というよりは相互依存、これがまさにグローバル経済の今の実態なんであって、韓国が中国を重視するからといって韓国はまた中国にすり寄るんじゃないかっていう議論をいつまでしなきゃいけないのかなっていうのが率直な感想です。でも、ね、どうなんでしょう、僕らはその竹中さんに聞いた方がいいのかな、確かに二者択一の聞き方は別として、韓国ってね、やっぱりもうその国家の輸出国家という体質から言って完全に中国のね、経済圏にビルトインされてしまってて、そこの政治的には別にして経済的にはもう選択の余地がないんじゃないかというふうに僕らは思ったりするんですけど、違うんでしょうかね。その数字を見る限り、やっぱり今おっしゃったことは相当当たってる面があると思うんですね。韓国の輸出、中国の依存度っていうのは、その年によりますけど 25% とか、場合によっては3割とかですね。でもう一つ重要なのは、中国の依存が強いだけではなくて、韓国のそういった輸出の中身の 75% が実は半製品とか中間体、つまり部品とかなんですよね。それはこれは何を意味しているかというと、製造工程が完全にこう一体化して組み込まれているということを意味しているわけで、そういう意味では中国の動向がどうなるかということを、これは経済的には非常にこう敏感に気にせざるを得ない。で、韓国は今もう一つそれとですね、実は家計の債務がものすごく膨らんでるんですよね。借金経済になりつつあって、これ1300兆ウォンというふうに言われてるんですけども、これは一気に膨らんでいて、これが実はその金利、これアメリカもし金利上げていって、金利世界の金利が上がっていったら、その負担がものすごく増えていくという、そういうやっぱり家計全体に対するこう不安感みたいなのが、私は非常にこう韓国にはあるのだと思うんですね。ただその韓国経済の、国内経済の不安感というものと、韓国経済の中国依存度というのは、若干数字をやっぱり丁寧に見ていく必要があると思うんです。私、高谷先生おっしゃるように、韓国がそれでも今の貿易中心 その経済構図の中で、中国という国を非常に重視せざるを得ない状況であるというのは否定するわけではありません。しかしその意味で見るとですね、対中貿易依存度が、例えばオーストラリアなんかは4割超えてます。韓国は3割です。で、特にじゃあその台湾、香港は別にしてもですね、他の多くの国々が2割以上の貿易相手国として中国にも組み込まれているのは事実なんですね。で、組み込まれているといえば、日本との貿易においてもほとんどが中間材とか部材で、韓国経済が良くなればなるほど対日貿易赤字が増えるという、こういう構図です。日本から多くを輸入しますので、だからその経済を理由に、結局韓国は経済で大事だから中国に依存してるんだろうっていうのはあまりにも短絡的で、同じような規模でアメリカや日本との関係も大事にしてるっていうことが一つと、ちょっと主さんにも、キムさん、皆さんのいろんなご意見を伺いたいと思います。これがやっぱり韓国の経済構造は日本に割に似ている、あるいは競争相手ね、ですから、それで韓国本当はやっぱり日中韓の FTA というのが、やっぱりどこか3社より中国と先に FTA をやって、言ってみれば日本に近い、しかし日本と真正面からの競争ではちょっと勝てない、しかし中国市場というのは先に入ってですね、それは明らかにやはり中国経済を取ると、それは1点あると思います。ただ
としては経済だけでなく、やっぱり韓国にとって国家統一、北朝鮮の問題が最優先なの で、うん、でそれを考えればやっぱり中国という要素 です、ね、うん、それは極めて重要なの で、うん、でそこにもちろん日本も重要ですけれども、比較の上ではやっぱり中国のことが重要というのがあるんじゃないかな。私が申し上げようとしたのも、うん、経済的な面だけ見てまず説明できないと、それから経済的な面だけ見ると周さん若干違うのは、その日本と競争しているようで実は競争してないっていうのが日韓 その経済的な関係を見る上でとても大事なんですね。マーケットレベルではサムスンラベル、あるいは、まあ、日本の東芝ラベルで売られてますけれども、うん、そのものづくりの工程においてはもはやその韓国 の製造業も日本の製造業もグローバルな展開を非常にしていると。ただ日本の場合、じゃあなぜその中国にそこまで依存しないのかというと、まさに今おっしゃったような安全保障の背景が非常にあると。日本の場合は、安全保障の話、日本の場合は結局中国を、竹中さん見つけます、経済だけですってしようとする人は多分誰もいなくってね、うん、ただ重要なのは韓国の経済がまあ典型なんですけれどもね、うん、さっき言ったように製造工程完全に組み込まれているんです。でそうするとこの中で何が起こっているかというと、中国の成長率が目に見えて低下してきているわけです。で今、まあ今年は 6% 台半ばですけれども、うん、まあ、この間日経センターも予測を出しましたけどね、2020年ぐらいに成長率はもう 4% になって、2030年にはまあ 3% 割る 2.8% ぐらいになる。そういうその中国が非常にダイナミックにいろんな形で動く中で、やっぱりいろんな関心事が高い、繰り返しますよ、そんな経済だけで全てが説明できるわけじゃない、なくて、ただこれやっぱり言われたように、ね、やっぱりすごい大きな要因になっていると思いますね。そこで日本が韓国を見る上で大事なのは、いわゆるそういうチャイナショックですよね。中国の成長率が停滞することによって経済の影響を受けるっていうのは、世界的に見れば韓国だけの話ではないんですね。多くの国々がその影響を受けている。韓国が一番受けてるんです。しかしながら日本はそういう意味ではむしろ相対具体的にその影響が非常に少ない国であると、そういうふうに見た方がいいと思います。アメリカすらも中国経済に影響を受けているわけですから、うん、そこでね、ちょっとね、中国の一番の輸入相手国は韓国なんです、うん、だからやっぱりそこ韓国はね、やっぱりものすごく特別中国に依存しているということはちゃんと認めた方がいい、うん、多分ほとんど実は矛盾していないんですけど、うん、そのおっしゃってることは、つまり経済的に韓国にとって中国が大事なのは誰も否定してないんですよね。でここでなんでその設問としてそのキムさんが引っかかったかっていうのを私なりに捉えとるとすると、多分日本と中国を並べたからなんですよ。で多分韓国国民の意識としては米国と中国を並べるんですよ、はい、でそうした時に絶対米国って言うんですよ。でこれはアメリカにも、例えばトランプさんが韓国に対する防衛の提供というのの信頼性を低下させる方向の発言しちゃってますけど、でもそれは韓国国民を中国に押し合っているというよりも、中国との外交とか経済関係は強化してそれはヘッジをするんだけれども、他方でも軍事的にアメリカにしがみつくっていう状況 でこれはね、我々は軍事的にアメリカが韓国にとっていかに大事かっていうことをまず理解できしなきゃいけないんですけど、はい、じゃあ日本に対するこの冷たい感じ、中国と、まあ、仮に乱暴に比較したときに2割しかその、まあ、好感度と言ってもいいのかもしれないんだけども、集まらないっていう理由をね、どう見るかなんですよ、はい、でそれは韓国国民がね、その私に例えばまあ、専門家の方々ですけど言ってくるその、まあ、日本にこうしてほしいっていうのは、例えば誰か国と揉めた時に韓国の側に立ってほしいと、でその日本がその韓国のために働くというか、その韓国の国内内政っていうんじゃなくて外交上韓国にこう完全に味方して働いてほしいっていう風なやっぱり要望を受けることが多くて、で、うん、そういう意味での友好国っていうのを当然日本は韓国に協力するインセンティブあるだろうって韓国人は見てると思います。そうではない、そうではなくてファクトだからね、いやファクトではないです、解釈の問題だと思うんだけども、まず一番その、まあ、日本が韓国の外交を見るときに日本の立場で何にイラついているんだろうかと、私は逆に常にそのことを考えるんですね。そうすると日本にとって理解できない韓国の行動というのは日本と同じようにやってくれないことへの苛立ちです、うん、日本の場合は米中のこの大きな対立の中で明らかに日米同盟の強化重視、そこにまあ方向を大きく切ったわけですよ。そのために中国はある程度まあ牽制すると、経済的に何らか その今目に見えないメリットがある、もしかしたら損があるかもしれないけれども、それでも持ちこたえるだけの経済力は日本にはあるということと、日本の中のまあ憲法改正含めて、はい、日
本としては私はその路線は正しいと思います、うん、ただ問題は韓国にとっても同じようなじゃあ路線を日本の外交的なその方向性に追従しなきゃいけないのかというとそこが全くないわけです。先ほどから皆さんおっしゃっているように、うん、中国という国の経済的な重要性、分断国家における安全保障上の中国の影響力、はい、こういうのを考えると韓国は韓国の選択がある、その部分を見ようとしないでなぜ日本と同じようなスタンスに立たないのかということだけを繰り返し言っても何の解決にちょっと一旦ですね、ここで一旦ちょっとごまかし要求してないまあ、2割以上のまあ貿易相手国として中国にも組み込まれているのは事実なんですね、はい、で組み込まれているといえば日本との貿易においてもほとんどが中間材とか部材で、韓国経済が良くなればなるほど対日貿易赤字が増えるというこういう構図です。日本から多くを輸入しますので、だからその経済を理由に結局韓国は経済で大事だから中国に依存しているんだろうっていうのはあまりにも短絡的で、同じような規模でアメリカや日本との関係も大事にしているっていうことが一つと、はい、でちょっと主さんにも、はいはい、キムさん、経済的皆さんがいろんな動きを伺いたいと思います。これがやっぱり韓国の経済構造は日本に割に似ている、あるいは競争相手、ね、ですからそれで韓国本当はやっぱり日中韓の FTA というのがやっぱりどこか3社より中国と先に FTA をやって、まあ、言ってみれば日本に近い、しかし日本と真正面からの競争ではまあちょっと勝てない、しかし中国市場というのは先に入ってですね、それは明らかにやはり中国経済を取ると、それは一点あると思います。ただ私は経済だけでなくやっぱり韓国にとって国家統一、北朝鮮の問題が最優先なの で、うん、はい、でそれを考えればやっぱり中国という要素でですね、うん、それは極めて重要なので、うん、そこにもちろん日本も重要ですけれども比較の上ではやっぱり中国が重要というのがあるんじゃないかと思います、ね、私は申し上げようとしたのも、うん、経済的な面だけ見てまず説明できないと、それから経済的な面だけ見ると周さん若干違うのは、その日本と競争しているようで実は競争してないっていうのが日韓 の、 その経済的な関係を見る上でとても大事なんですね。マーケットレベルではサムスンラベル、あるいは、まあ、日本の東芝ラベルで売られてますけれども、うん、そのものづくりの工程においてはもはやその韓国 の、 あの製造業も日本の製造業もグローバルな展開を非常にしていると。ただ日本の場合じゃあなぜその中国にそこまで依存しないのかっていうと、まさに今おっしゃったような安全保障の背景が非常にあると。日本の場合は安全保障の話、日本の場合は結局中国を竹中さん見つけます、あの経済だけですしようとする人は多分誰もいなくってね、あのただ重要なのは韓国の経済がまあ典型なんですけれどもね、さっき言ったように製造工程完全に組み込まれているんです。でそうするとこの中で何が起こっているかというと、中国の成長率が目に見えて低下してきているわけです。で今まあ今年は 6% 台半ばですけれども、まあ、この間日経センターも予測を出しましたけどね、2020年ぐらいに成長率はもう 4% になって、2030年にはまあ 3% 割る 2.8% ぐらいになる、そういうその中国が非常にダイナミックにいろんな形で動く中で、やっぱりいろんな関心事が高い、繰り返しますよ、あのそんなあの経済だけで全てが説明できるわけじゃない、なくて、ただこれやっぱり言われたようにやっぱりすごい大きな要因になっていると思いますね。そこで日本が韓国を見る上で大事なのは、いわゆるそういうチャイナショックですよね。あの中国の成長率が停滞することによって経済の影響を受けるっていうのは、世界的に見れば韓国だけの話ではないんですね。多くの国々見ればやっぱり中国という要素でですね、それは極めて重要なので、そこにもちろん日本も重要ですけれども比較の上ではやっぱり中国が重要というのがあるんじゃないかと思います。私は申し上げようとしたのも、経済的な面だけ見てまず説明できないと、それから経済的な面だけ見ると周さん若干違うのは、その日本と競争しているようで実は競争してないっていうのが日韓 の、 その経済的な関係を見る上でとても大事なんですね。マーケットレベルではサムスンラベル、あるいはまあ日本の東芝ラベルで売られてますけれども、そのものづくりの工程においてはもはやその韓国
国 の、 あの製造業も日本の製造業もグローバルな展開を非常にしていると。ただ日本の場合じゃあなぜその中国にそこまで依存しないのかっていうと、まさに今おっしゃったような安全保障の背景が非常にあると。日本の場合は安全保障の話ちょっと議論日本の場合は結局中国を竹中さん見つけま経済だけですってしようとする人は多分誰もいなくってね、ただ重要なのは韓国の経済がまあ典型なんですけれどもね、さっき言ったように製造工程完全に組み込まれてるんです。でそうするとこの中で何が起こっているかというと、中国の成長率が目に見えて低下してきているわけです。で今まあ今年は 6% 台半ばですけれども、まあ、この間日経センターも予測を出しましたけどね、2020年ぐらいに成長率はもう 4% になって、2030年にはまあ 3% 割る 2.8% ぐらいになる。そういうその中国が非常にダイナミックにいろんな形で動く中で、やっぱりいろんな関心事が高い。繰り返しますよ、そんな経済だけで全てが説明できるわけじゃない、なくて、ただこれやっぱり言われたようにやっぱりすごい大きな要因になっていると思いますね。そこで日本が韓国を見る上で大事なのは、いわゆるそういうチャイナショックですよね。中国の成長率が停滞することによって経済の影響を受けるっていうのは、世界的に見れば韓国だけの話ではないんですね。多くの国々がその影響を受けている。韓国が一番受けてるんです。しかしながら日本はそういう意味ではむしろ相対的にその影響が非常に少ない国であると、そういうふうに見た方がいいと思います。アメリカすらも中国経済に影響を受けているわけですから、そこでねちょっとね、中国の一番の輸入相手国は韓国なんです、だからやっぱりそこ韓国はね、やっぱりものすごく特別中国に依存しているってことはちゃんと認めた方がいい。ほとんど実は矛盾していないんですけど、そのおっしゃってることは、つまり経済的に韓国にとって中国が大事なのは誰も否定してないんですよね。でここでなんでその設問としてそのキムさんが引っかかったかっていうのを私なりに捉えとるとすると、多分日本と中国を並べたからなんですよ。で多分韓国国民の意識としては米国と中国を並べるんですよ、でそうした時に絶対米国って言うんですよ。でこれはアメリカにも、例えばトランプさんが韓国に対する防衛の提供というのの信頼性を低下させる方向の発言しちゃってますけど、でもそれは韓国国民を中国に押し合っているというよりも、中国との外交とか経済関係は強化して、それはヘッジをするんだけれども、いくんじゃないかということで、それで何が起きるのかということを議論したいんですよね。キムさんどうですか、先ほど のアンケート、どちらと強化すべきかで、中国の方が圧倒的に多かったっていうのは、解釈の仕様がいろいろあるんですが、まずサードをめぐって最近中韓関係が結構ギクシャクしているので、日本とはなんだかんだ言っても安定的な関係がやっぱり前提となっている認識がある。そういう意味で中国を重視するっていう意見だろうという解釈もできるんですが、問題なのは質問をした側の意図ですよね。でそのどっちなんだと、日本と中国っていうこの択一的なその外交官を韓国に迫るっていうのが、私は日本の外交の非常外交というかメディアですね、メディアの非常に悪い癖だと思います。先ほどの話でも、ロシアと中国アメリカ、どっちを取るみたいな話があまり意味がないように、韓国にとっては日本も大事ですし中国も大事で、アメリカもロシアももちろん大事です。で自分たちの国にとって中国っていうのはご存知のように経済的にも非常に強い関係を結んでいる。しかしこれは貿易高で見ただけの話で、実際は観光経済のものづくりだとか、あるいは金融ファンディングだとか、その意味では日本という国なしでは観光経済は成り立たないわけですね。これはお互い様の話でもあって、依存的関係というよりは相互依存、これがまさにグローバル経済の今の実態なんであって、韓国が中国を重視するからといって韓国はまた中国にすり寄るんじゃないかっていう議論をいつまでしなきゃいけないのかなっていうのが率直な感想です。でも、ね、さん どうなんでしょう、僕らはその竹中さんに聞いた方がいいのかな、確かに二者択一の聞き方は別として、韓国ってね、やっぱりもうその国家の輸出国家という体質からいって完全に中国のね経済圏にビルトインされてしまってて、そこの政治的には別にして経済的にはもう選択の余地がないんじゃないかというふうに僕らは思ったりするんですけど、違うんでしょうかね。その数字を見る限り、やっぱり今おっしゃったことは相当当たってる面があると思うんですね。韓国の輸出
中国の依存度というのは、まあ、その年によりますけど 25% とか場合によっては3割とかですね。でもう一つ重要なのは中国の依存が強いだけではなくて韓国のそういった輸出の中身の 75% が実は半製品とか中間体つまり部品とかなんですよね。それはこれは何を意味しているかというと製造工程が完全にこう一体化して組み込まれているということを意味しているわけで、まあ、そういう意味では中国の動向がどうなるかということを、まあ、これは経済的には非常にこう敏感に気にせざるを得ない。で韓国は今もう一つそれとですね実は家計の債務がものすごく膨らんでるんですよね。借金経済になりつつあって、これ1300兆ウォンというふうに言われてるんですけどもこれが一気に膨らんでいてこれが実はその